11月9日、当版の週刊ベストセラーが発表され、エンターテイメント第1位は、私が見た未来完全版が獲得した。第2位は、聖域。第3位は、変な家となった。4位以下で注目は8位に、初登場の、ともに。前へ、羽生結弦東日本大震災10年の記憶。フィギュアスケート男子でオリンピックを連覇した、羽生結弦さん。羽生さんは16歳の時、仙台で被災した東日本大震災に一方ならぬ思いを抱え、この10年間被災地に心を寄せて向き合ってきた。日本テレビの報道番組、ニュースエブリーで放送された羽生さんと被災地の記録が同書にはまとまっている。同書の初めにには、羽生さんの震災を知っている年代がいなくなって、ここら辺とか普通の街になっていたとしても、もし他のところに地震が起きた時の答えを探すきっかけになればいいなって思いますという言葉が掲載され、葛藤を抱えながらも震災を伝えていく覚悟が示されている。1位、私が見た未来完全版、辰木亮、著、飛鳥新社幻の予言漫画復刻。22年の沈黙を破り、作者が新たな警告、本当の大災難は2025年7月にやってくる1999年に刊行され、東日本大震災を予言していた漫画として話題沸騰。絶版のため中古市場では10万円以上の値がつく本作に、辰木亮氏の新たな予知夢を加え解説した完全版。元ネタにもなっている自身の夢を書き溜めた夢日記の内容をついに本書で初公開。漫画に描かれたもの描かれなかったもの、夢日記をもとに予知夢の詳細を解説。なぜ表紙に大災害は2011年3月と描いたのか。富士山大噴火の夢が意味していたことは、そして、新たな未来の夢のメッセージとは、飛鳥新社ウェブサイトより2位、聖域コムドットヤマト、著、角川夢も経験も人生も、全部、自分だけのものだ。コムドットヤマトの燃える哲学、角川ウェブサイトより、抜粋3位、変な家、雨穴、著、飛鳥新社話題騒然。2020年、ウェブサイトで166万 PV を記録、YouTube では、なんと700万回以上再生。あの、不動産ミステリー、変な家にはさらなる続きがあった。謎の空間。二重扉。窓のない子供部屋、間取りの謎をたどった先に見た。事実とは、飛鳥新社ウェブサイトより4位。公式ガイド&レシピ機能何食べた？白さんの簡単レシピに講談社、編、講談社5位、鬼滅の刃塗り絵超大大割れとんげこよ晴れ、原作、集英社6位、ルートメモリー、ルート、著、七森。著、STPR ブックス7位、鬼滅の刃塗り絵超愛割れとんげこよ晴れ、原作、集英社8位、ともに。前へ。羽生結弦東日本大震災10年の記憶、日本テレビ、ニュースエブリー。取材班、著、昇電車9位、浜辺南写真集20峠雄三、撮影浜辺南、著、講談社10位、100万回死んだ猫、覚え違いタイトル集福井県立図書館、編著、講談社、エンターテイメントランキング11月9日。当版調べブック版編集部2021年11月13日、掲載。